過小が定まらない。綿密な計画を練らなければ。倒し速報。ヘルタファンの皆さん、こんばんは。緊急ニュースをお伝えします。偉大なる天才クラブ会員番号83番ミス・ヘルタが宇宙ステーションで襲撃され、行方不明になりました。なお現時点で本件の犯行声明を出している組織はありません。これにより多くのヘルタファンが管理職の怠慢と不作為に強い抗議と非難の声を上げています。これは計画的な襲撃ね。結論、敵の目標は宇宙ステーションですが、手段はまだ分かりません。その通り。それが彼女を必要とする理由だ。ヘルタの人形が襲われる前、最後にあれを見たのは彼女だからな。あんたは？こちらはカンパニーの学術代表、博識学会のレイシオさん。意識を取り戻したばかりでまだぼんやりしているようだ。いくつかヒントを出す。また会ったな。僕のことを覚えているか？いや、覚えていなくても構わない。期待しているわけではないからな。疑問だらけだとは思いますが、慌てる必要はありません。アスターさんが順を追って説明してくださいますから。これまでのことは大体わかってるわよね。数システム時間前、ミス・ヘルタの人形が謎の襲撃を受けて行方不明になって、今も信号の位置を特定できない状態なの。ないわ。襲撃された地点は宇宙ステーションの外にある基地局で、監視カメラの範囲外だったから。
ミス・ヘルタはこの件は気にしてないみたいで、今は出かけてるの。事件が発生する前、彼女はカンパニーから招待を受けたようでした。技術開発部か。アポリは有能だが、部下は素人の集まりなんだ。野心的で情熱に満ちてはいても、いかんせん頭が足りない。せいぜい原始人レベルといったところだな。彼らはヘルタと協力して何かを進めたいと考え、僕にその技術顧問を務めてほしいと頼んできた。あのお利口クラブの連中がどうやってカンパニーの財産を浪費するのか間近で観察できるとくれば、当然喜んで承諾したとも。だがタイミングが良すぎた。おそらく誰かから情報が漏れ、襲撃者に利用されたんだろう。ヘルタはこういう騒ぎには慣れているようだったし、僕も興味を惹かれてしまった。レイシオさんが学会の逸材だということは前々から耳にしてたから、協力してもらえるなんて光栄だわ。お世辞はいい、時間は貴重だからな。そもそも天才の前で凡人の逸材について語るなど、僕には少し滑稽に思える。そこの君、教えてくれ。最後に人形を見た時、君は何をしていた？そんなことあったような、なかったような。とぼけないでよく考えるんだ。そういえばあの時私は、そうだ、もう一つお願いがあるんだった。例の器物がなくなっちゃって、放っておくわけにもいかないから、時間があったら探してほしいの。あなたならできるでしょ。忘れるといけないから改めて説明するね。それはで、実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら私に信号を送って。ヘルタに気になることを言われた気がするけど思い出せない。いくつかヒントがあれば、もしかしたら。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。誰かに手伝ってほしかったらアスターに聞いてね。記憶が曖昧になってる。あのあと何をしたんだっけ。これはヘルタに会った時の記憶だ。とりあえず。実体はないけど命ある器物？ごめんなさい、すぐには思いつかないわ。あ、開始家や密館家の人なら何か知ってるかも。ちょうどシンクルさんとが近くにいるから、彼女たちに聞いてみたら。アスターは開始家と密館家のスタッフ2人の名前を挙げたみたいだけど。このうじうじした人たちと来たら、ガメ正体を突き止めたらただじゃおかないわ。実体はないけど命ある器物？あ、今はウーウボって呼ばれていたわね。こう言ってはなんだけど、私は開始課の室長でも、開始課で一番器物にアドラー君に聞けばもっとたくさんの手がかりを得られると。ダメね、お客さんにこんな情けないと。宇宙ステーションは襲撃事件から立ち直ったばかりで、管理職に対する不信感も日に日に強まっているから。あなたにこんなこと言ったってどうにもならない。アドラ、アドラ、そうだ、それからアーランにも会ったんだった。
アドラーはアーランと一緒にいて、あの時アドラーはアーランと一緒。なんだと？あいつ一人でペペを連れて現場に行ったのか？どうしてあいつを？焦る気持ちはわかりますが、そう慌てないでください。俺は犬の散歩だ。俺は犬の散歩をしている。俺がその犬だ。隠したいことでもあるのかな。ところで俺に何か用か？君もアドラを探してるのか？それにしてもあいつも肝が据わってるというか。それはほら、アーランさん、もうか。やはり貴様は黙っていろ。歩きながら話そう。アドラーに何の用だ？失われた器物。なるほど、それならあいつに聞くべきだな。気をつけろ。このエリアの裂解はとても不安定な状態になっているんだ。あそこだ。やはりトラブルが。行くぞ。冷静さを保て。大事ない。君らはこっちへ通し、君らに選ぶ余地はない。消化勝利。任せろ。占いましょう。怖い。ほらほら。始めよう。みんなを守って。任せ。これなら遠慮不要だね。砲丸を持って。また足手まといに。ほらほら。始める。思い知らせて入ってくよ。くらえ、さあ行けよ。さあ。君らはこの杖とし、君らに選ぶ余地はない。悪鬼は俺様だけで十分だ。任せ。ほらほら。ボコボコにするよ。そうよ、一体。ほらほら。さあ。不利じゃない。さあ、行けよ。消化勝利。行かない。ほらほら。思い知らせて帰ってくよ。ペペ、大丈夫か？そうだけど、どうかしたの？器物のことで聞きたいことがあるそうだ。先に二人で話すといい。アドラー、ペペ。安心してください。手がかりなら見つけました。それでどの器物について知りたいって？手がかりはそれだけか？抽象的すぎる。抽象には抽象ならではの美しさがあるんだ。回収家の室長には聞いたのか？間違ってはないと思うけど。ただあれ、ここで私は。あ、ちょっと待って。今すごい推測が浮かんで。今日はここまでにしよう。ま、アドラーは何かしらのヒントを得たみたいだけど。もう。一度最初から思い出してみよう。何か見落としがあるかもしれない。そうだ、確かアスターは他の名前も挙げてた。アーランとアドラーに関する記憶は少し。アーランとアドラーに
対はない。どう？欲しい情報は手に入った？なるほど、シンクルさんたちはそう考えているのね。私の部下たちは。そんなの日常茶飯事だから気にし、レギオンの件があってから疑念の声が収まらないの。襲撃の後、宇宙ステージ再建と復興の成果もあって、わずか数日の間に4人のスタッフが失踪した。せっかくみんなが事件から立ち直ってきたところなんだもの。不安が広がる。でも見ての通り、この密閉さ、一度失った信頼を取り戻すのはゼロから築き上げるよりはるかに難しい。でも今はそういう人たちを見つけ出すことよりも。大丈夫。あなた、そうそうの言ってたことだけど、私やっぱりシンクル以外の人にも話。シンクルじゃないもう一人は密館課のスタッフのはず。早く誰か思い出さないと。シンクルじゃないもう、その人の正体が重要。忘れるといけないから改めて説明する。その痕跡を見つけた。ヘルタに気になることを言われた気がするけど、いくつかヒントがあれば。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。あれ、どういう風の吹き回しです？そんなことな。それなら適切に処理しました。これが頼まれていたアカウント。それは過大評価しすぎではないでしょうか。私は内部で細々とやっているだけで大したことではありません。何回目これで。なここもだ。記憶、まさか、思い出した。もう一人はエミリアだ。あの時彼女はベース部分にいた。あの時エミリアが言ってたこと。まあまあ、あなたと来たらなぜ。そんなことないって。おやおや、私のような年寄り相手に謙遜する必要なんてありませんよ。日韓家の若手がどんなにテキパキしていようと、あなたにはかなわないでしょうね。わかったから。何？この資料の束を見てもらえませんか？この年にもなると目が霞んでしまうものですか。何回目これで。何回目。あら、また素直な若者が来てくれました。アスター所長に言われて来たの？実態はない。でも似たようなもののことなら聞いたことある。あくまでも聞いた話を伝えただけで、あなたを手伝うつもりはない。エミリアが言ってた先週の生命体、それがアドラーにヒントを与えたものみたい。エミリアが言ってた先週。真相追求のためすまない、いろいろと事情があって。やっぱりアーランが何か言ったの。すまない、いろいろと事情があって。どうして知ってるんだ。そうか、貴様もお嬢様のプレッシャーに。いや、正直に言ってかなり厄介な。唯一の手がかりはアドラーの発見だな。つまりどのスタッフの失踪も彼らは言っていた。あれは人体の自然。会主課の室長には聞い、間違ってはないと思うけど。あれ、間違ってはないと。ああそうだ、それはサイオって呼ばれてる。どっちもエネルギー生命体だから。
ちょっと待って、今すぐ今日はここまでにしよう、ま、人体の自然発火、それが事件の全貌ってことなのかな。もう一度最初から確認し、忘れるといけないから改めて説明するね。その痕跡を見つけたら、ヘルタに気になることをいくつかヒントが。忘れるといけないから改めて説明するね。その痕跡を見つけたら、重要なのはそこじゃない。うん、天才クラブと関係が。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。随分と冗長で退屈な説明をありがとう。さぞ疲れたことだろう。少なくとも僕は聞いていて疲れた。要するに、君がヘルタと最後に会ったのは彼女のオフィスだった。君は依頼を受け、器物を探して奔走したが、他のことはアスターから連絡が来るまで何も知らなかったということか。それが君の主張だというなら、僕から質問させてもらおう。そのことを証明できる人間はいるか？ロンリ、ヘルタさん本人に証明。ああ、今すぐ動けば4システム時間後にはカンパニーのシャトルシップに追いつけるかもしれないな。つまり現時点では彼女の話が真実だと証明できる第三者はいないという。レイシオさん、あなたは常に先入観を持って質問する傾向がありますね。これは失礼。僕の悪い癖だな。学術研究に従事していると、どうしても一つの物事を信じることが難しくなってしまう。むしろ、それを疑う方がはるかに簡単なんだ。経験からしてこれが最も効率的なアプローチと言える。否定的な心情を抱いて模索することもまた一種の探求だ。同じように僕たちが正しいゴールにたどり着くための助けと。本当に無実だというのなら、答えることで自らの潔白を証明するといい。君の陳述によれば、君がヘルタに会ったのは指名されて依頼を受けたからだ。その依頼の内容は、名前すらわからない謎の器物を探してほしいというもの。だが、ヘルタのコレクションは星の数ほどある。彼女が普通の器物をそこまで重視するとは思えない。ヘルタが注目していたのは、器物そのものではなかったはず。君の陳述によれば、君がヘルタに会ったのは指名されて依頼を受けたからだ。思い出した。あの時。とぼけるくらいなら。君の陳述によれば、君がヘルタに会ったのは、その依頼の内容は、名前すらわからない謎の器物を探してほしいというもの。思い出した。あ、とぼけるくらい。その依頼の内容は、確かにヘルタは器物の名でも器物の特徴についてヘルタは、ああ、君には話し、なんかバカにされてる。その依頼の内容だが、ヘルタのコレクションは星の数ほどある。そうだね。でもそれは言いたいことがある。正しい視点です。だがヘルタのコレクションは星の数ほどある。彼女が普通の器物をそこまで重視するとは思えない。器物そのものは重要じゃない。それが天才クラブに関係しているものだからこそ、ヘルタは特別に注意を払ってたんだよ。その器物はどこかの天才が作り出したものなのでしょう。ロンリ、この点は成立するようだな。その後君はこう言った。失われた器物を調べるために。あ、そう、器物についての情報を集めるためにね。
直接的な答えは得られなかったけど、アスターは適当なスタッフを紹介してくれた。その後君はこう言った。しかし尋問が始まる前、彼女はそれについて一切。レイシオさん、それは僕は彼女に聞いているんだ、アスター所長。態度が曖昧になってきたな。君の証言はもう信用できない。しかし尋問が始まる前、彼女はそれについて一切言及していない。思い出した。とぼけるくらいな。しかし尋問が始まる前だんだん興味が湧いてきたぞ。君が嘘をついているのか。アスターは意図的に隠そうとしてるわけじゃない。ただ立場上、公には話しにくいこともあるだけ。ほう、ヘルタの案。ほう、この件にレイシオさんが関わることを黙認した以上、大丈夫だから彼に話してだんだん興味が湧いてきたぞ。思い出した。とぼけるくらいな。だんだん興味が湧いてきたぞ。君が嘘をついているのか。反物質レギオンの騒動があってから、宇宙ステーションにいる人たちの心は不安定になって、管理職の人たちに対する信頼が失われてるの。そんな時にまた深刻な事件が起こったりしたら、火に油を注ぐことになって、内部の問題が完全に燃え上がるでしょ。道理でアスター所長が僕の関与を認めたわけだ。何しろ博識学会の代表は市場にとらわれる心配もなく、宇宙ステーションの利益も守れる。一挙両得というやつだな。スタッフの連続失踪、防衛課の責任者であるアーランの任務については僕も聞いている。そう、アドラーを訪ねる途中で。アドラー？二級スタッフで海主課の室長が言うには、海主課で最も器物に詳しい人物なんだって。それでそのアドラーとや、うん、アドラーは何か思いついたみたいだったけど。スタッフの連続失踪だが、それは僕たちが議論している人形の襲撃。二つの事件に関係がない、まさか。だがそれは僕たちが議論している人形の襲撃とは明らかに無関係だ。いや、私の記憶が正しければ、アスターは謎の襲撃を受けて人形が行方不明になった。信号の位置も特定できない状態だって言ってた。行方不明、それってつまり失踪ってことでしょ。彼女の言ったことが何だって言うんだ。その二つが同一の事件だと証明したいのなら証拠を出してみろ。証拠ならある。アーランが連続失踪事件について調べていた時、奇妙なものを見つけたって言ってた。スタッフがいなくなる前後に宇宙ステーションの自動消火システムが一時的に作動した記録が残ってたんだって。あ、え、でも宇宙ステーションに火災が起きた痕跡なんてないけど。そこが奇妙なんだけど。でも現時点でこの情報にはもっと重要な意味がある。直接的な証拠とは言えないけど、人形が襲撃された前後でシステム上に自動消火装置の作動記録が残っていれば、二つの事件が関連していると疑う十分な理由になる。二つの事件が本当に同一人物による仕業なら、君への容疑はかなり薄れる。だが、それなら主制御室に行けばわかるわ。行きましょう。え、何の音？ミスヘルタ単音質速報。緊急ニュース。緊急ニュースをお伝えします。ミスヘルタ襲撃事件に新たな進展がありました。アナイア・レイトギャングが今回の事件の犯行声明を発表。次の行動に移るとのことです。協会はこれを強く非難しており。聖冠の神々は世俗を超越した存在。卑小な衆生になど目もくれない。不相の衆だけが各世界に壊滅の恩恵を浴びさせられる。しかし
この恩恵を拒み、不相から逃げようとする臆病者は必ずいる。せいぜい逃げるがいい。どこへ逃げようと、いずれ破滅は訪れる。これは宣戦布告であり予告状だな。君たちは狙われているらしい。レギオンの余波が静まる前に、今度はアナイアレイトギャングの登場か。この宇宙ステーションは知恵よりも壊滅の運命と縁があるようだ。冥加大公アフリートはすでに滅びた星トフェトで生まれた生命体です。常に燃えているエンマ一族でナヌークを皇帝とみなし主と呼んでいますが、アイオーンからは見向きもされていません。哀れな狂人たちだ。いわゆるアナイアレートギャングにナヌークが見出す価値は、恋に花瓶を割ろうとする幼児にすら遠く及ばないかもしれない。この原始博士の評価を僕は支持する。エンマ一族は凶暴な性格で、燃焼と破壊の本能がある。その中でもアフリートは特に邪悪で残酷だ。彼が率いる映画艦艇は同じヤペラ・ブラザーフット、その名前どこかで聞いたことがあるような。おそらく性格ハンターの指名手配書でしょう。彼らはブラザーフットの崩壊を招いたヤペラー反逆事件に関与しているとされている。ヤペラー宮殿が炎に巻かれて崩れ落ちた後、アフリートの勢力は日に日に拡大していった。それと同じことが宇宙ステーションでも起きようとしている。エンマである彼にとって人体の自然発火などお手の物だ。その動画はすぐに宇宙ステーション中に広まる。見ているがいい。ほどなくしてヘルタは信頼の破壊ですね。おそらく破壊されるのは信頼だけではないだろうな。このまま黙ってやられるのが嫌なら行動するしかない。君、僕についてこい。他に誰がいる？それともその二人をむやみに走り回らせて、宇宙ステーションで事件が起きたと拡散したいのか？それは避けたいわね。私はここに残ってできるだけ情報が広まらないように抑え込むから。私の望み通りね。